ボンジョルノ、あっちゃんです。今日はね、7月11日9時33分です。はい、ということでね、いつも恒例のコーヒー雑談やっていきましょう。コーヒーね、朝からなんで目覚ますねんけどね、ここ数日ね、寝坊でね、2日連続でライブしてしもうてんけどもね、今日はね、ちょっとギリギリなんとか間に合うか合わへんかっていう時間、9時33分やね。9時半って言ったらね、ギリギリ今からまあ10分20分撮って、そこから編集して10時にアップしたらね、間に合うかどうかギリギリやねんね。でね、パソコンがね、今まあ朝の時間帯どうなるのかな、重いかな、どうかなってとこやねんけども、それで変わってくんだけど、まあ、朝起きてね、それ取って、で、コーヒー入れながらお茶、昨日の夜沸かしたお茶をペットボトルに入れてね、冷蔵庫冷やしてね、もう一杯沸かしてスタートやるのね。これはちょっとルーティンやねんけど、まあね、お茶結構使うからね、朝昼晩最低ね、で朝昼夕方晩って4回沸かす時もあるしね、暑い日にも、ね、で今日はね、ちょっとね、まあ微妙にちょっと今ね、あ、除湿入れたのに窓開いてる。で、閉めようか。まあね、どうなんやろうな、今日。そんなにね、温度自体は大丈夫だけど、ちょっと湿度が増えてきて除湿した方がいいかなと思ったり、ちょっとまだエアコンええかな、電気的にもうちょっと耐えようかな、電気で持ったらちょっと今日耐えよう。ちょっとね、ソーレンの時に電源入れてんけどね、ちょっとムシッとしたような気がしてんけど、扇風機で十分耐えられるな。電気代がね、今月18,000いく勢いやね。だからやっぱりね、1日除湿で入れるのと、暑くなったら急に温度を下げて冷房で行くのやったらね、冷房の方がやっぱ高い、除湿の方がちょっと安いけども、あんまり大差ないのよ。もう1日ね、昨日もう1日回しとったから、昨日はちょっと温度が低かったっていうのもあってね、でも止めたら蒸せるなぁ。まだけど。多分火使ったら蒸すよ。蒸すわ。やっぱりね、除湿が効いてたんや。なんかね、風がこう、今キッチンでコーヒー入れてね、帰ってきたら部屋が快適やったの。もうだけどね、ソーレンの途中にね、スイッチ入れて、まあ、窓開いとってんけども、めちゃ快適やったんだ。で今止めて窓閉めに行って戻ったら蒸せた。ってだから、やっぱりね、エアコン大事やね。こういう雨とか曇りの日の湿度の高い時って熱中症になりやすいらしいからね、気付けましょう。入れたり切ったりが一番ね、効くんだけどね。だから、今日もまあこの時間からちょっと入れるけどね、まあ昨日おとついと2日間、24時間で48時間回しっぱなしだったのね。でおとついは出てんのよ、水位が。で昨日のは明日、今日の夜中明日には出るから、その電気を見てちょっと考えようかなと思って。25キロぐらい使うのね。25キロとかったら、まあまあな金額になるのよ。1日ね、750円ぐらい。750円、1日750円って知れてるなと思うけどね。
これ30日で2万超えるからね、そこに燃料調整と何とか代とかって加算されるのよ。だから2万5千円ぐらいなんで、ね、その換算からいくとね、25キロってね、だから1日20キロ切ったら20キロ切ったら1万7000円の約2万円ギリ2万いくかいかんかぐらいね。だからね、20キロいかんように調整していかなあかんな。こんな電気のこと考えてね、電気キロ単位で考えたこと人生で初めて。前の家の時はね、こんなんなかったやん、ハッピーミルやんとか、あんなんなかった、入ってなかったから、1日どれぐらいするのかな、毎月月末に、うわ高いな高いなって言いながらね、ちょっとどっかで落とせるとこないかなって落とせたけど、今はね、もう見えるからね、何キロっていうのが、それを見て毎日ね、何キロ単位で減らしていかなあかんっていうのが。まあでもね、節約よりも、増収よね、収益を増やして使えるものを使った方が絶対いいね。まあでもね、これからやれることやるっていうのが一番大事なんでね、まあねえ、何ができんのか、何をしたらいいのか、何をしないといけないのかっていうのをね、本当にこう考えながらやっていくとね、何をするかっていうのが見えてくるよね。で、そういう動きをね、したいかなと思って。今日はね、朝からね、再生が回ってきてね、朝からね、4本の動画の再生がちょっと増えてきてるね。まあ、みんな、ね、見てくれて嬉しいね。ちょっとずつ模型の動画が浸透してきたら嬉しいな。あ、でもそれでもね、2日で2000再生、1日1000じゃなく、この24時間で多分1500ぐらい、昨日400再生ぐらいだったな。キッチンチャンネルの方もね、ちょっとね、再生、昨日、おとついね、結構回っててね、で、まあ、多分、餃子包みライブしたからやと思うね、ライブで結構再生出たやとは思うんだけども、クラチャンネルもね、今日ちょっとね、まあ、要はね、本当に数字取ることやねんね、要はね、テレビ業界の人がよく数字って言ってるけどね、本当にね、YouTube やりだしてから本当数字っていうのはすごい大事やなって思うようになってきた。今までそこまでね、ブログやってた頃にね、確かに数字
要は PV、ページビューって言うんだけど、PV を大事にするっていうのも、ここまでね、数字もあれっていうのも、ほんまに、電気もそうやし、数字で動いてるっていうのもね、まあ、経営してた頃はね、売上と収益と経費とかってて、数字でって、そこまで考えへんかったの、実際。どっちかって言ったら、もうやりたいことやってたら勝手に数字が上がっていったって感じやってるけども、まあ、だからね、数字を追っかけるっていうのもね、大事なのかもわからんけど、ね、大変は大変だね。で、昨日、ですね、昨日おとついね、行田包みライブしたから、1日ね、800再生回ってるのね。で、48時間で1050再生やから、昨日はね、200再生ほどしかないね。うん、やっぱりね、動画よりもライブが大事やなと思って、ね、だからね、いろいろね、こう考えながらやるっていうのが大事なのかもしれないけど、やっぱりね、本当ね、収益とかに縛られるっていうのもやってて楽しいよりも苦痛が多いねんけども、でも収益じゃないとね、生きていかれへんから、そこも考えてるなって感じで、チャンネル登録がね、メインチャンネルのね、1万4000人に増えてて嬉しいなって言ってたけど、まあ、1万3991人、11人やね、1万4000人まで増えたからね、11人減ってんねんけども、11人減ったからって再生数が変わらなかった、そんなに変わらへんのよ、なんでか知らねえの。で、結局増えたからって爆発的に増えるわけでもなく、ね、だから100人ぐらい、先月から1ヶ月で100人ぐらい増えてんねんけども、その100人増えたからってどんだけ再生変わったのかって言っても、そんなに変わってないの、ね、うん、単純計算10本とまで言わへんけどもね、1日だから、まあ5本出してたとして100人やったら500再生増えてるのかよ、増えてないよね、ほぼほぼ再生数横ばいやね、うん、っていうことはね、やっぱりチャンネル登録してくれるけどそんなに見てくれてなかったり、もちろんチャンネル登録してなかったんけど見てくれてる人が多かったり、ね、でもね、初めてチャンネル見に来たご新規、超ほんまのご新規さんが登録してくれてるっていうのもあるからね、そこは見てくれてて、で既存の人が見なくなっていくっていうのが増えるので、バランスが横ばいっていうのかもわからないけど、ね、うん、でも再生数はね、もっとね少なかった、1万いくかいかんかぐらいの時がピークで一番再生強かったの、ね、不思議でしょ、うん、でもまあね、でもこれね、他の大手さんも言っててんけど、ほんまに5万10万人登録でも、ほんまに、1万人ぐらいの登録の時でも再生数そんな変わらんっていうね、うん、だからそれが YouTube の不思議なところなんかもわからん、まあ、こういうね数字の話をあんまりすると冷めちゃうわっていう人も出るからね、まあ、このあたりぐらいにしときましょうか、メインチャンネルの方にね、何でよかったね、難しいな、ほんまに、うん、でもまあ生活していく上でね、なんやかんや言うても数字を追っかけないとねあかんからね、そこのところは本当に頑張っていくしかないしね、ちょっとまたねこの後動画作ってアップして、で今日の動画さえ、このまだ今日の動画も全部がでもできてね、昨日途中までやってね、でお風呂入って寝たからね、だからそれでも昨日4時半だったよね、やっぱり、寝不足は大敵やねんけどもね、でもまあ寝る前にスキンケアせえへんのもあかんからね、だから、ほんまはね、もっと早く寝てちゃんとスキンケアして、で睡眠をいっぱいとるのが大事やねんけどね、まあ、収益がないから睡眠削らなしゃないねということで、今日のあっちゃんのコーヒー雑談、ほんまの雑談でしたということで、まあ、この後ね、ちょっと動画編集してね、今日も一日楽しくいきましょう。どこかでね、また昼間ライブできたらなとは思ってんねんけどもね。まあ、ライブが一番やっぱりね、再生、ね、再生してもらえるしね。で、ライブがね、ご新規さん取れるんでね、
もっともっとライブ増やしていきたいなと思ってないけど、なかなかライブもね、そういうのも難しくて。でもまあ、メイン、裏、キッチン、遊び場、どこかでまたライブしていきます。はい。ということで、またちょっとね、ぼーっと寝ぼたいねんけどもね、目覚まして、今日も一日楽しくいきましょう。ということで、今日のあっちゃんのコーヒー出すのはこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日も一日楽しくいきましょう。次、お昼ご飯動画で会いましょうね。